人生の歌ペコペコせずコセコセせずどんどんハッスルしていこう等しちょっとお邪魔いたします。お手を差し上げていただきましょう。そういうこと。ハッスルハッスルハッスルホイ、ハッスルハッスルハッスルホイ、なんだか知らぬが天下取った気分だよ。いやはは、社長はじめ重役の皆さん、商家の田中太郎、申し上げたいことがあってまいりました。おい君君、やがし伝統ある鶴亀製菓の一員として、今日の会社の業績は誠に残念であります。今日のあなた素敵だったわ、勇気があって。男と男の話し合いに参りました。青春を取り戻したら何でも叶えてくるとおっしゃいましたね。